能登半島地震の被災地支援のためお笑いコンビのサンドイッチマンが気仙沼市に寄贈したトイレトレーラーが石川県輪島市へと出動することになりましたトイレトレーラーは東日本大震災後にサンドイッチマンが開設した東北魂義援金の寄付でおととし製作されたものです洋式の水薦トイレが3基備えられていてうち1基はバリアフリー対応です ソーラーラ発電とバッテリーを搭載し停電した時でも使用できるということですこれまでは市内のイベントで使用されてきましたが今回初めて災害対応で活用されます快適に作られて衛生的なトイレでありますのであのぜひあの多くの被災者の皆さん方にあの少しでもこう安心しながらあのトイレの利用をしていただければというふうに思っています トイレトレーラーは現在埼玉県で点検中で今日午後に出発するということです